はい、皆さんこんにちは。星空の招待席の時間です。最近ね、ラジオのね、数が増えてきましてね、このラジオをね、今後どうするかと考えたんですけど、とりあえず残そうという話になっております。まあ、星の好きな、コアなファンもいるということなんで、大事にしていこうと思っております。今月一応ね、星座の話の最終回で、魚座をやろうと思っております。それ以外にもね、インサイトが火星、地震は地球の震ですけど、火星の地震をね、観測したってことから、少し火星の話もしていこうではないかと思っております。火星はね、今接近には程遠い状態ですけど、別にネットで普通に見てる限りは火星って相変わらずすごく面白い天体なので、ちょっとお話をしたいですね。はい、それではまずは、とにかくね、これが一応今週で最後になります。星座の話です。また来週なんか考えますんでね、皆さんもね、これやってとか言ってください。協力していただけると話がどんどんと広がると思います。人気もなんとか作りましょう。はい、行きましょう。それでは星空の招待席です。はい、それではですね、早速、魚座の話なんです。魚座ってね、2つあるんですよ。ご存知の方も、多いと思うんですけど、普通の魚座で、もう一つは南の魚座って言うんですね。で、南の魚座の方が明るい星があって、実は黄道十二星座にある魚座の方は明るい星があんまりないんですよ。で、アルファ星のアルシャっていう星があってね、紐って意味なんですけど、2匹の魚を結びつけるリボンのね、結び目に当たる部分が、この星なんですけど、4.2 等と 5.1 等の連星なんですね。で、それは、さらにね、それぞれが、分光、連星となってて、要するに4つぐらいの星がつながってるところなんですね。あと、ベータ星がフルアルサマカっていう、わけのわかんない星があって、まあ、どちらにしろね、全部、暗いんですよ。ね。はい。それと、星雲、星団、銀河っていうのは、どんなのがあるかっていうと、M、まあ、前にも話しましたけど、74っていうのがあって、まあ、とにかくね、一つあります。これは、まあ、あんまり明るいあれではないんですけどね。まあ、とにかく、そういう渦巻き銀河があるってことですね。さあ、神話はどんなのかっていうと、これはね、簡単に言うとね、ギリシャ神話では女神アフロディーテにまつわる神話が伝えられています。ヘシオドスによると、アフロディーテとその子エロスが、ね、エロスですね、エロスが、ユーフラティス川のそばを歩いていたところ、突然怪物ティポン、これ有名な話なんですけど、デュポンが現れたと。で、驚いた二人は、妊婦に助けを求めて川に飛び込んだと。ある神話では2匹の魚が彼女らを背負って、避難させたって言いますね。要するに、または、まあ、魚に体を、変えて逃げたと。この時一緒に逃げて、上半身だけ魚になっちゃったのが、まあ、ヤギ座ですよね。この時、ティポンっていうのは、まあ、これギリシャ神話っていうのは、実際の話、白人の話を、神として将来、あれにしたっていう話もあるぐらいなんで、そういうティポンっていうのはどんな怪獣か知りませんが、いたということなんですね。はい。それで、まあ、この時ですね、ヒューギューヌスっていうのが、ユーフラテス川に落ちた娘の卵を助けた2匹の魚をアフロディーテが記念として星座にしたと、伝えているということなんですよね。まあ、よくわかんない、シリアの女神の、ディルケートっていうのかな、が誤って、この川の近くで落ちた時に、彼女を助けた魚が手に挙げられたという話もあるらしいです。この話自体は僕もね、よくわからないんですけど、まあ、とりあえずは、有名な話なんでね、ウォーザーですね、重要な星座です。これは十二星座の中でね、要するに星が少ないからといって、要するに春分点の昔の位置とかそれを考えたら、これウォーザー重要ってことですね。はい、それでは実際のニュースの方も行ってみましょう。NASA の火星探査機インサイトね、が、火星の地震と言われる、振動を初めて観測したってことなんです。で、インサイトって何かっていうと、これ2018年の11月26日に火星に着陸して、12月19日に、地震観測装置、これはね、SEIS、セスっていうのかな、を火星表面に設置したと。インサイトの目的の一つは火星の地震ですよ、観測することで火星の内部についての情報を得ることが目的だということですね。火星着陸から128日、火星128日という火星日ですね、火星の1日の129時間ぐらいかな、忘れたけど、たった4月6日に弱い地震が検出されたということなんです。火星表面の風などによる振動ではなくて、火星の内部で発生したと思われる振動が記録されたのはこれで初めてだということ、いわゆる地殻の運動があるということですね。
これからの分析は、まあ、とにかく非常に望まれるということなんですけど、インサイトの火星着陸、後110日、火星時間に撮影された地震、ね、地震計の写真を載せておきます。ロボットアームで、これを設置したってことなんですけど、だんだんすごい世界になってきましたね。NASA のアポロ計画から始まった地球外天体の、地震の研究を引き継ぐもので、これは、ずっとね、今後ね、どんどんと、研究されていくでしょう。要するに、地震っていうのは地殻活動があるからということで、月にも月震っていうのがあるんですよね。要するに、まだ生きてるってことなんです。これね、生きてるがどういう意味かはまた別にしまして。はい。それ以外はね、先週話しました火星ロケットのモモ、ね、MO も、もうってのかな3号機がようやく成功したって、これはあれですね、ホリエモンのロケットですね。そんなことがあります。もうそれからはやぶさ2号が人工クレーターの写真を送ってきたりとか、なかなかね派手ですよね、今はね。南米の日食の話もありますし、皆さん南米遠いですからね、行くか行かないかは別ですけど、非常に天文現象も5月は、良いということですね。はい。水瓶座流星群ご覧になりました？私は見れなかったんですけど、結局、この5月からっていうのが本当の夏の、星座とかね、夏のその天体の、非常にいい時期なんです。はい。だから、ここをね、みんなね、ちょっと考えて、夏を楽しんでもらいたいなと思ってます。さあ、ちょっとね、ショップの方行ってみようかな。ショップ。はい。望遠鏡ショップなんですけど、今、日本のね、話と、アメリカの話をちょっと比べて、どうかなってことの話をしたいですね。例えば、セレストロンシリーズがいっぱい出てまして、この中で、値段がどうかってこともね、ちょっと話したいですよ。セレストロンの望遠鏡っていうと、有名なのは私も持ってますけど、ネクスターシリーズってあってね、これがね、10センチマクストフ、12.5センチ趣味化性、15センチ趣味化性ですね、20センチ趣味化性なんですよ。で、値段が日本だと、23万5千円ぐらいするのかな、趣味化性。でね、これ壊れた人の話なんですけど、視鏡レンズ、最初のね、補正鏡のレンズが壊れたと。これ、買った方がもっと安いって言うんですよね、修理はね。で、これどういうことかとか、わかりやすいのは修復したかったらアメリカが一番いいってことだ。日本にはそのサービスがないってことなんですよ。ね。僕らアメリカだったら、壊れたら壊れたなり、買うんだって安いの、いくらでもあるし、中古もあるし、新品もあるし、やりようがいくらでもあるんですよね。だけど今みたいな形で、何かが壊れた時、または流用の仕方、壊れて新しいの買うんだったら、この、経緯代、要するに導入式の経緯代はいろいろ使えると思いますよね。はっきり言ってね。画体が小さいですから大きい望遠鏡は載せられません。だけど考え方によっては天体写生、写真撮影用のものだとか、そういうことも考えた時使い勝手があるので、やっぱり10センチとか8センチの口径だと物足りないですからね。なんかちょっと考えてみてはいかがかと思いますね。とにかく壊れたからといって諦めてしまってはしょうがないです。今後もね、いろんなね、望遠鏡たちの話をしますけど、万が一何かがあった時ね、その時のために今からやっぱ研究しておくべきでしょうね。20センチの望遠鏡ってなかなかすごい力を持ってまして、完全自動コントローラーで入るなんてのはものすごい大変なものですから、やっぱり壊れたね、方はちょっとね、気の毒だと思うんですけど、諦めるんではなくて、一応リサーチは修理とか、またはそういうことをやるべきだと思いますけど、海外のサイト、これが一番大事だと。日本を通すとうんと高い。だから買うにしても何にしても安いのありますから、相談していただけたら、方法あります。で、もちろんね、主鏡が壊れたものを20センチ、救命鏡だから、これ買ってくれる人いないと思うんですよ。だからやっぱり自分でね、どうするかってことを考えた方がいいですね。流用するんだったら。もちろんそれだけ持って、例えば、補正鏡だけ持ってる人はいないわけだから、ちょっとやり方を考えなきゃいけないなってありますね。それ以外にも天体望遠鏡の話はね、いっぱいまだまだしても、もう足らないぐらいなんですけど、これから夏のシーズン、無駄な買い物だけはしないでください。とにかく買うんだったら、何を見るかによって買い物を決めなければいけませんね。だから、太陽を見るのか、月を見るのか、または惑星を見るのか、それによって全部変わります。ビクセン、健康、ボーグ、セレストロン、ミード、国際航基とかね、いっぱい出てみますけど、どれがいいかっていうことはそれぞれね、皆さんのネットかなんかでね、見てね、レビューを見てください。そうするといいと思いますね。とにかく、ビクセンが一番日本では買いやすいのかな。アメリカなどももう絶対セレストロンですけどね。そういうことも含めて私もいくらでも相談に乗りますから、ぜひ聞いてください。今私もね、天体写真を撮影するような機材が、届いたので、今後いろいろやってみようと、そろそろ月かなと思ってます。はい。時間の方がね、だんだん、来てしまいました。とにかく皆さん、これ今後もね、いろんな話をしたいので、ぜひ皆さん絡んでください。天文の話ね、ちょっとあんまり人気ないんで、もう頑張ってくれよみんなってのが正直な本音でしょうね。はい。魚座で終わりました。来週何をやるかどうかは、今後は、皆さんの
考え方次第ですので、なんかうまくね考えてこれやれよっていうのがあったらぜひ言ってください。もう楽しみしてますからね。はい、それでは時間になってしまいました。はい、また来週。今度は何の話かな。さよならです。どうもありがとう。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。